また船井総研さんとは縁を切った方がいいんじゃないですかね。船井総研さんがやってんのかな。アクシブアカデミーについて、はい、これ実はですね2件ぐらい問い合わせというか僕のところに相談がありまして、はい、全然知らない人ですね。だからそのアクシブアカデミーを、はい、昔ねこのチャンネルでも取り上げたことはあるんですけど、けどそれを見てないから、これは武田塾と同じところを狙ってるようでなかなか面白いんじゃないでしょうかみたいな、竹村さんのご意見を聞きたいみたいな来たんですよね。この頃宣伝がすごいですねこれね、いろいろ活発にやってるみたいです。まずアクシブアカデミーについてちょっとどういうところかっていうのを昔話をちょっと林さんから、船井総研さんから、うん、DM がありまして、全国の学習塾に送られてきてると思うんですけど、その管理型予備校 FC セミナーみたいな感じ、ね、ということで全国の塾に小中向けの塾の皆さんと高校生もしっかり管理できますよと、ね、フランチャイズ加盟どうですかっていう DM が、送られてきて、すごい武田塾にそっくりだったもんなんで、DM が塾に送られてきてから僕申し込んだんですけど、そしたらいやちょっと武田塾さんご遠慮くださいとDM が来たのに断られたんですね。まあ武田塾が流行ってきたところで、うん、ちょうど流行ってきた50校ぐらいの時かですよ、割と早い、その頃に、まあ、目をつけて、これは船井総研さんがねコンサルしてる先なんですよ、はい、船井さんが目をつけて、これは武田塾が流行これから入れそうだから真似したというか、うん、フランチャイズチャンネルも年収チャンネルもこよなく愛する船井総研が仕掛けるフランチャイズでございます。こちら、はい、その後あまりうまくいってる感じはしなくて、そうですね、で僕たちはね参加断られましたんで、お友達が参加したら、話の大半が武田塾の話だったということですね。まあでもこれは船井さんのもうやり方なんですよね、その時流行っているのを真似ていくっていうね、うん、だからそれまあ悪いことってことじゃないんだけど、うん、まあただあまりにね考えてないなという感じはしたんですけど、で結局そんなにこの塾の展開がうまくいかなかったんでしょうね、うん、でですよ今回やっぱちょっとうまくいかないから変えるのはいいんですけど、うん、はい、どうですかねこの広告ね。教育業界の新規参入の第二本業で成長させたい経営者様へ、まあけどさ、第二本業に成長させるぐらいのフランチャイズだったら、だってこれあったの 2,3 年前だよね、もっともっと前です、 4,5 年前だよね、うん、本当にだからその辺の目の付け方は早いんですよ、うん、そう早いんだけど 4,5 年前からでフランチャイズ11件しかできてないんだから、第二本業に成長できてないし、うん、船井さんも大した収益源になってないでしょ、うん、だから前提として、もうこういう数字見ちゃうとね、 4,5 年やってて直営10で FC11 なんていうと、まあどっかの軸にやって、うん、でそのうちもうやめちゃうところを直営にしたのかとか、そういうことまで考えちゃうんですよ、どうしても僕なんか ね、うん、そうですね、そもそも 4,5 年でこの数しかできてないってことはうまくいってない、うん、うまくいってないことはいいんですよ、うん、でそこから今回変えてきてるわけです、うん、で管理方とかそういうことはまあちょっと残ったりするんだけど、うんね、1対1の学習コーチング、そう、ね、だから武田塾が逆転合格だから向こうは大逆転合格にしてきたりとかね、いろいろなんか細かくパクってきたんですけど、この武田塾職をちょっと薄めてきてくれてますね、うん、だから、はい、武田塾をパクってやったんだけどうまくいかないわけですよ、うん、今回ね驚くのは塾はダメになってるんですよね、塾の加盟 NG なんだ、塾の加盟 NG なんですよ、塾の先生から見たらこんなのどうしようもないじゃんってバレちゃうからですね、うん、だから少なくとも前回でうまくいかないから、うんうんうん、いずれにしてもここだからね、はっきり軸はダメだって、へー、加盟相談大好評を受け初回の募集は以下の条件に該当の方限定とさせていただきますって言って、軸はダメってそこに書いたんだよねちょっとおかしいけどね、うん、違う理由だと思いますけどね、うん、個人の加盟 NG ってこと、うん、でも一下の方で個人事業主もいいっては書いたんだけど、法人加盟を攻めてるんだ、うん、だから竹田塾から言わせると一応どちらかというと個人の方の方がうまくいくと思いますよってなと異業種でも参入しやすい、はい、こちらの LP を見ながら私たち話してますのでぜひ皆さんご覧ください、はい、特許が取れてるシステムだってこれ何が特許取れてるのかなと思ったら、その管理をするだそこのシステムに特許が取れてるって言うんだよね、すごいね、特許職の独自のノウハウで他の予備校と差別化、まあ、このエリア出店イメージとかはねまさにこの、竹田塾のイメージでもあるんだけども、正直ですねこれね、
船井総研さんってもともとチラシとか作るのがすごい上手でね、はい、チラシのセンスとかあるとノウハウってすごいあるんですよ、うん、でそれもこういうホームページとかにも生きていることが多いんだけど、うん、これはねちょっとねレベルが低い。誤字とかもあるしね、この開業までの流れのこの開業前研修です。開業しちゃってっからね。本当だあら、ね、僕もメルマガなんかでは誤字がありますけど、メルマガと違いますから ねもうちょっとちゃんとやってほしいですよね。言葉一つ一つはそれなりに、あ、まあ一生懸命考えてると思うんだけど、なんかおかしいんだよね、うん、その理由はですね、分析してあげればですね、基本的にまだ実態がないからなんですよこれ、うん、正直に言えばもう5年前からやって、ちょっとそれはうまくいきませんでした、だからこれからこう変えますって話なんだこれね、うんうん、だからそう書きゃいいのに、実態があるかのように言うからこういうおかしな広告になっちゃうんだよね、うん、いかにもこれだけ見てるともう実際に全てがねできて実績があるみたい、でもそう実績があるとも書けないから、うん、ぼやっとした書き方になったんですよ。だからこういう人加盟させちゃまずいなって気づいたけど、そう書けないから大好評を受けて、ね、この人たちは断ってるんだっていうような感じその人たちが加盟したら困るからでしょっていう話です ね、うんうん、ね、これはやっぱり一応予備校の市場っていうのはこれから伸びるんだということで、まあ、映像予備校からこういう映像予備校じゃない方の、うんうん、予備校が有望なんだ、それはもうある意味武田塾と同じフィールドでね、うん、まあ、ライバルというか、うん、とこなんで、竹村さんもね、その東進がビデオ授業を始めて、ヨゼミも河合も始めたから定着したと。そうなの、だから頑張ってほしいんですよ。そう、正直全然真似ていただくとか参考にしていただく、うん、それをブラッシュアップしていただく全然いいし、本当に東進もね、東進だけでやった時代が、まあ、5年6年あって、うん、で東進がうまくいったなっていうところからヨゼミが全く同じ形で、当時ヨゼミの方が大手だったから、うん、ヨゼミも参入する、河合塾も力が入れるってなったら、うん、これはすごいんだろうってことで東進がガッと伸びたわけですよね、うん、そういうところまで全然来てないっていう風に見えちゃったね、これ。だからやっぱりね、参考書学習とかね、授業をしない方が早いんですよっていうのが世の中に定着するために第2第3のグループができてほしいわけですよね、うん、車買取ガリバーもなかなか評価されない時代、その後トヨタとかも始めた、うん、トヨタも参入する、ティーアップで参入する、うん、っていうのでその市場が定着したんですよね。そういうのを待ってますんで、そうですね、アクシブアカデミーさんに、伸びてほしいからアドバイスは2つあります。1つ正直になること、2つご自身の YouTube チャンネルを伸ばすことです。まだ3000人ぐらいしかいないですね。3000人じゃなかなか生徒さん降ってこないし、アクシブアカデミーさんのこのに加盟して生徒さんが来るっていう感じが出ないでしょうが、ここを早く数万人にして、そうしたら、いっぱい生徒さんが来るので、そしたら加盟もうまくいくんで、この2点ですね、正直さと YouTube チャンネルを育てること、それによって東進衛星予備校に対する河合塾学び的なポジションになってほしいなと。そうですね、まあ、他にもねいくつかね、まあ、練ったところがありますけど、やっぱりみんな大きく展開できないもんね、うん、そうなんですよね、うん、船井総研さんとは縁を切った方がいいんじゃないですかね。船井総研さんがやってんのかな、どっちだかな、まだもう力関係わからない、うん、そう、ホームページとかも船井さんが作るんだったらもうちょっとうまく作るんだろうなっていうふうに僕はこれは見て思ってしまいました、はい、はい、私はアカデミーさん、いつでもご出演お待ちしております。